はい、皆さんこんにちは、北田博之です。先月安芸高田市議会で最終日の定例会が行われました。前回委員会で不認定とされた一般会計について議会で改めて討論されました。明らかに改善された一般会計の結果には山本議員が古無視をして2つの理由で反対討論を行い、その内容の1つ目は市が発行する広報誌が不適切だったこと、そして2つ目が去年の台風接近時に石丸市長が千葉へ向かいトライアスロンに参加し市民に不安を与えたということでした。しかしこの2つの理由は結果的には明らかに問題はなく、この山本議員の反対討論は市長執行部への言いがかりに終始したものとなりました。後ほど私北田が詳しくまとめてさらに論破をいたします。そして皆さん見ましたか、石丸市長がリハックに出演、そしてなんと熊高議員も出演。この時のライブ配信夜の10時にスタートで視聴者が3万6000人の数まで上りました。安芸高田市の市民2万7000人よりも多いんです。すごい。そして皆さん、石丸市長がこの時に視聴者に向けてしっかり伝えたメッセージがありました。覚えていますか。皆さん、これは前回私が石丸市長応援動画で伝えた内容と同じで驚きました。後でこれも確認も含めてお伝えいたします。そして今話題になっているこのファンアートを見た方はいらっしゃいますでしょうか。いいですね。てるさんという方で石丸市長を応援する気持ちで書かれました。その後 X で投稿したらなんと石丸市長本人からフォローされて100万回保存しましたとコメント。後ほど詳しくてるさんも私がご紹介いたします。はい、そして日本保守党、先週はアベマで百田直樹さん、有本香里さんが出演されていました。今日はこの日本保守党についても触れて、最後に少しだけジャニーズ問題、私も日本の芸能界にはいましたので一つだけ見解を述べたいと思います。本日もよろしくどうぞ。はい、皆さんこんにちは、北田博之です。今日もご視聴くださりありがとうございます。本日もどうぞよろしくお願いします。はい、もう早速いきます。本日の話す内容はですね、不認定は 100% ありえない、これは、先月行われました、秋田市議会のことですね。そして、リハックに出演されました石丸市長が伝えたメッセージですね。はい、で丸2がですね、保守とは何か。日本保守党がですね、もう今大きく飛躍して、党員の数も増えています。そして3番目がジャニーズよりも芸能界が問題ということであります。これが今日私がお話しします題材でございます。まずは、テルさんをご紹介いたしますね。はい、こちらがですね、やはり SNS 上で大きく反響があったテルさんのファンアートではないでしょうか。石丸市長がこうね、指を指して再建だとね。そして、下にはですね、山本、ちょっとごめんなさい、笑ってしまって。山本勝議員、山根議員、山本和弘議員がですね、います。はい。別の絵は、こちら、市政クラブ、南沢議員と田辺議員。皆さんもご存知だと思いますが、まあこちらもやはりあのお二方とても、爽やかな政治家で人柄もとてもいい方でございますので、その感じがよく出ている絵と思います。そして最後に、熊高議員でございます。はい。上には、施設だと。で実際に、熊高議員が、使われた言葉ですね。はい、すいません。あ、そしてもう一つ。はい、これ。かわいい。山本勝議員と山本和弘議員の、これはキーホルダー。まあ、残念ながら販売予定はありませんけども、まあ、今後、どういう風になるのか。まあ、かわいいですよね。ぜひ、販売してほしいなと思います。まあ、ダブル山本から許可が下りれば、OK になるんでしょうか。かわいいですね。ということでした。そして、テルさんのですね、連絡先は、こちらに今載せます。はい。
まあ、今のところですね、個人的な何か案件はですね、受け付けていないようですけども、まあ何か相談がございましたら連絡くださいということです。まあその後後にはですね、まあ石丸市長もですね、テルさんをフォローしましたので、まあ何かそういったね、T シャツのようなグッズも出るかもですよ。かもです。知れませんということですね。はい。で、こちらの連絡先はですね、停止ボタンを押して、メモる方はメモってください。私の概要欄にも記載しておきます。テルさんの紹介は以上です。それでは本題に戻ります。はい、それでは話を戻しまして、丸一の、決算不認定は 100% ありえない。で、まず、二つの側面から論破します。山本勝議員が言ったことからですね、広報誌の内容がですね、改善されていないと言っていますけども、この令和3年から改善されていないのは、議会側が執行部の意見聴取を断り続けてきたんですよ。しかし、広報誌が誤りがある。訂正してないじゃないかと。おかしいですよね。はい。もう全く話にならないです。さらにもう一つ、市議会が発行している議会頼りの方が虚偽があるということです。嘘を書いて市民たちを、まあ、言ってしまえば洗脳している。まあ、市長執行部とごたごたがあって何かその石丸市長が執行部の方が暴走しているような的な書き方をしているということです。これは石丸市長側も議会代理の方が虚偽の記載があるではないかと言っています。そして台風接近時の市長執行部の対策。石丸市長がトライアスロンで千葉へ行かれました。これも市議会側の熊高議員が時系列で調べても問題はなかった。そして結果的に対策も不十分ではなく万全だったことが私は調べて分かりましたと賛成討論で言っています。そしてもう片側から論破しますと、南沢議員が執行部に敬意を表しますと、市民から反発されるかもしれない公共施設の廃止や受益者負担を設ける事業の見直しに着手し、市民にも痛みが伴う執行部の決断は市民からの反発も予想できたはずですが、これをされて数字を戻していった。コストカットをしてですね、結果は出ています。そして田辺議員がですね、議員筆記。まあこれはですね、議員が公務、まあ政治を行うにあたってですね、何か行き詰まったことにですね、細かいことまで書かれている図書ですね。で、こちらを引用して、決算認定不認定を決めるのは、これまでの執行部の一般会計に対しての行いについての結果について判断するということです。ということは、結果的に経営収支比率が 94.4 という数字で結果は出ています。感情的ではなく理論的にも 94.4 という数字が出ているということです。ということですね、山本勝さん、いろんなこう感情的な気持ちはわかるんですよね。しかしですね、結果的にいい数字が出てるってことはですね、秋田方市が今後残るためには、やはり財政が厳しい中でそれを回復しつつある。安芸高田市がですね、寿命がまた10年とどんどん伸びていく。そういう結果を出したわけでですから、こう、上げ足を取るような形で批判してですね、決算を不認定にする。これは本当に安芸高田市民のためになるのでしょうか。まあ、これが今日見てる視聴者たちも同じく疑問に思うところです。ですから次回のリハック等に出演してお話をされてみてはいかがでしょうか。この件については以上です。はい、そして丸二、保守とは何か、私も、伝統文化着物を着て居合茶道をしておりますので、生意気ではございますが、ちょっと話させていただきたいと思います。そして日本保守党を立ち上げた、百田直樹さんには敬意を称します。アメーバでの話された言葉はですね、私も非常に感動いたしました。日本は素晴らしい国。本当にそうです。早速、日本保守党の、ホームページを見てみますと、はい、このように大きく日本の国旗が風にゆらゆらと日本を豊かに強くと揺れています。はい。そして、党規約、理念もですね、国体を守る。まあもちろん、もう私は最初からずっとこう思ってます。
オフコースですよね。で、この香料、ここにですね、もうやはり私が一番素敵だなと、いいなと、そうだと思ったのはですね、こちら5つ目の本邦内での農林水産業、鉱工業における増産、先端分野への挑戦と投資を促進させ、国民所得の増大を図る。もう素晴らしすぎますね。農林水産業、私たちのこの日本の血と骨となる部分ですよね。食べ物。皆さんご存知ですか？種子法。私たちは食べ物も種でさえもアメリカから輸入してるんですよ。それを輸入しないとなれば、私たちは食べ物に困るように、今自民党が法律をおそらく3、4年前から作ってるわけですよね。農作物、実になった種を次の年に植えたら違法になるんですよ。皆さん、種子法調べてみてください。こんなのがもう通っちゃってるんですよ。大問題でしょ？で、鉱工業。これから日本が発展していく家の建物やビル。第一産業革命から非常に発展していくためには必要ですよね。で、こういったものも輸入に頼ってしまうと、日本には輸出しないよと、発展しなくなるわけですよ。自分たちで生産していって、その利益を自分たちが国民が所得を増やしていく。当たり前じゃないですか。この当たり前なことをぶち壊していってるのが今左傾化に、今左傾化に進んでいる今の自民党政権なんですよ、皆さん。ちょっと今日は感情的になるのは抑えておきますけども。はい。品格ある理念、綱領。お時間があるときは日本保守党のこちらのホームページを見てください。はい。そして題名にもあります、保守とは何か。まあ、いろんな定義の表現の仕方はありますけども、私個人がですよ、感じるのはですね、私も一応伝統文化のことはやっておりますので、まあ、あちらにも居合等がありますけども、いわゆる人間、日本民族の国体、どういった民族であるか、土地、国柄、まあ、信徒、宗教的なもの全てを含めたものですよね、日本とは。で、こういったいろんな考え方、日本民族の考え方、まあ、食べ物、寿司、蕎麦、武術、着物、日本人的な精神的な考え方、哲学、受け継がれたもの。長いものですと何千年なんですよね。で、これは受け継がれているということは、いいから受け継がれているわけですよ。で、その受け継がれている間にはですね、なるだけこれは良くないな。これは食べ物なら美味しくない。こうやった方が美味しい。で、武術ですと、こういったことだと、人に自分がやられてしまう。武術ですと、体の動かし方、骨の使い方、体重のかけ方、無駄なく洗練されて受け継がれたものなんですよ。それを簡単に、今の時代にポン、はい、これがいいです。はい、私は刀の振り方こうです、とかね。そんなことをそんなことは絶対ありえないわけですよ。寿司に使う海苔も、使う前にですね、火で炙ったりして、もう考えられない手間がかかってるわけですよ。そういったものが、なるだけ余分なもの、悪の面のものをそぎ取って、洗練された、まあ、いわば悪を取り除いたんで、性の部分が十分に詰まってる。これはいいものだと詰まってるものなんですよね。それが実際の物理的なもの、食べ物だったりね、刀だったり。で、それが無形文化的なものね、精神だったり考え方り。そういったものを破壊して、今の、例えばね、コスパ、金儲けでいいじゃない、お金があれば幸せじゃんとかね。そういったもので、本当に日本人が豊かに幸せになりますか？どんなにお金持ちの方でも、他者がいてあなたは金持ちですね。っていう相手がいないと自分は優越感は感じられないわけですよね。だからお金持ちの人でもですね、インスタグラムに自分はこういうとこ来ました、こういうこと来ましたと、添付しないとですね、自分がこの人よりもお金持ちだっていう認識って人間ってできないわけですよね。まあ、とにかく、保守の大事なものは、受け継がれたものは、やはり、そこを基本的な糧にして、また、その時代に合った新しいものを加えていく。そういった日本の国体の作り方が一番大事。まあ、っていうか、絶対ないとダメだと思うんですけど、僕はね。ということです。はい。まあ、もっと話したいことはいっぱいあるんですよ。その着物の帯とかね。なぜあの帯はここに巻くのかとか、もう、その、体の体温を温めるとか本当はいっぱいあるんです。もう細かいことを言うと。はい。セッタもなぜこの親指のこことかね、いろんな重心をしっかり踏めるとか、まあいろいろあるんですけどもね。はい。まあ以上です。最後いきます。はい。最後、丸さん。ジャニーズよりも芸能界が問題。これはですね、まあちょっと視点が違います。はい。そういったことを話すのとちょっと思わないでくださいね。私も芸能界にいてですね、身の危険を感じると言えることと言えないことも正直あります。まあそもそも論でいきますね。大前提に。二つ言います。一点はですね、これ男性、
まあ若い男の子たちの問題だけじゃないですよね。私の言ってることわかりますか？女性の営業仕事の取り方ももう皆さんご存知じゃないですか。まあ売れるためにはどうしないといけないのかという言葉を僕が発すれば気づくと思いますけども、そういった裏事情も知らないで私たちがですね、わーっと応援したり、街を歩いて外があれば、そのポスターの前で写真を撮る。いや、その若い人たちにも需要があるからいいじゃないか、なんて。すべての局面から見て、そう思います。もう僕も43のいいおっさんでね。いや、若い人たちがいいと思っても、20歳超えたから責任があると言ったとしてもですね、まだまだ大人じゃないですよ。僕43でも大人じゃないですもん。判断がつかない。だからといって、ほっとけばいいということでもないです。はい。こういった女性のことはまだ隠しておいて、ジャニーズの問題だけ、まあ、スマイルアップでしたっけ？会社を変える。まあ、これは被害に遭った方々300人ってもうはっきり数字出てましたね。300人以上ってもうすごい数ですよ。まあ、もっといるでしょう。そういった方に、まあ、結果的にお金だと思うんですけども、まあ、償っていかないといけない。まあ、また、今、芸能界に残って、そのジャニーズとして、アイドル活動されている方も仕事を失いますんでね。まあ、これを考えたら、ジャニーズ自体そういう活動すべてをやってはいけないとは、一概には全部はっきり言い切れませんけども、もっとあるんですよ、裏は。もうえぐい話になれるんで、やめときますけどね。はい。で、もう2点目。本当に今後、もう2023年、今、自民党の左傾化で増税が増えている。日本には戦後から主権がなかった。自民党は英語に直すと、リベラルパーティー。百田さん日本保守党をカンサバティブパーティーにしましたよね。国益、市民たちが所得を増やす、そういった生活をもしできれば、ガス抜き、娯楽、エンターテイメントで必要ですか本当に。自分の目の前のスクリーンの中には自分よりきらびやかな服を着て、きらびやかな記者会見をして、歌を歌っている、映画で演技をしている。本当は皆さんが現実でそういう生活をしたいんじゃないですか。人間はスクリーンを見ると、別の人間がきらびやかにいると、それを応援して自分も共感して自分もその気になったようになるんですよね。要するに夢を見てしまう状態になるんですよ。でもそれはあくまでも夢なんですよ。スクリーンの向こう側で現実に芸能人がいい服を着て、高いお金をもらって活動してるわけですよ。しかもその中には選ばれたもの。純日本人は少ないですからね、芸能界は。はっきり言っときますけど。皆さんが豊かに歌を歌うような映画で、のびのびと、生きる表現をするような世界をですね、現実にする。応援も大事ですよ。誰かを。でも、誰かを応援してるようで皆さん自分を応援してるんじゃないでしょうか。それなら現実でちゃんと自分を応援して自分の生きていく、なりわい、生業をより良いものにした方がいいと、綺麗事ではありますが、僕はそう思いますね。綺麗事が根底にないと、人間は希望が持てません。はい。少し批判覚悟で言いましたけども、本当に必要でしょうかね。生きている世界が、生きている人生が満たされないものだから、そういったエンターテインメントをコンテンツとして見る。または恋愛に溺れる。まあ、仏教の世界でも恋愛はエンターテインメントと言いますからね。まあ、これは僕の個人的な哲学なんで、そういった側面からも考えていただければ幸いです。はい、123と今日もお伝えしました。はい、今日はですね、10月3日火曜日、午後3時53分ぐらいですかね。いつもの1000円のカシオの可愛いクラシックな時計すいません。無駄話。今週もまだ平日が続きますが、お仕事頑張りましょう。少し涼しくなってきましたが、季節の変わり目、皆さん体調管理を良くしてご自愛ください。まあ、この秋に入って極力、私も自分が顔出しして出演する動画も増やしていきますので、今後ともどうぞ北田ひろゆきのチャンネルを応援していただければ幸いでございます。それでは、税金高い北田が何とかする、選挙の票と女は追うな、日本の将来の子供たちのために美しい日本を取り戻す、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。I'm a kid again in a vibrant light.